ても忙しい。さて、今日もパト様の秘書として、厳しく、指導していきますよ。本来メリア様や、アリシアが秘書をする予定だったのに、なんで私がパト様の秘書をしているか。その理由は、私が一番パト様相手にしっかりと立ち振る舞えるからだ。例えば朝起こす場合。ご主人、朝ですよ、起きてください。なかなか起きてくれませんね。ちょっとだけならいいかな。お泊まり失礼しますね。一番手メリア様はすぐに誘惑に負けるから秘書は向いていませんでした。パト様、朝ですよ。朝食の準備ができていますので、起きてください。気持ちよさそうに寝てるな。邪魔するのもあれだし、少しだけ寝させてあげようかな。ふふふ、疲れが溜まってるのかな。もう少しゆっくり寝させてあげよう。2番手アリシアはパト様を甘やかしてしまうから向いていませんでした。こうして3番目の私がパト様の秘書担当となったわ。さあ、今日は起きてるといいんですがね。秘書は朝6時ですから、パト様はなかなか起きれないのは仕方ないけど、そろそろ慣れてほしいわね。パト様、朝です。起きてください。これは、ソフィアー。前回のエネミーはソフィアか。昨日はゼッカ、その前はハク、その前はメリア様。寝る前は間違いなく一人で寝ているのを確認している。そしてその1時間から3時間後に確認してるから間違いなくパト様が連れ込んでいる可能性は低い。というかこのヘタレ主人はそんなことできない。つまり、毎度毎度早朝に忍び込んでる。起きなさい、ソフィア。心がぴょんぴょんするんじゃー。何言ってんの、ぴょんぴょん。ジョース。ぴょんぴょん。ジョ、ジョース。まったく、不用意にパト様の部屋に侵入しないで。だって、一緒にアニメ見たかったんだもん。俺寝てたからよくわかんないんだけど。この子は本当に読めない、というか子供すぎる。とりあえず私の部屋でアニメの続き見てくるよ。ちょっと、仕事は。相変わらず変な音を残して、ソフィアに常識は通用しないからね。だからたまに、瞬間移動とかありえない音出るし。この前壁が粉々になってましたよ。ソフィアのいた場所の2キロ先が。それじゃあ準備するから待ってて。さて、私も準備しよう。私ソルテ、シェフは今すぐ朝食の準備を。かしこまりました、ソルテ様。あとはタイムスケジュールの確認と、この後の勉強の準備を。私ソルテ、各科目の講師の従属神話スケジュールを、帝国の証、に送ったから各自準備を。わかりました、あとソルテ様、来月分300日、1日48時間のスケジュールもそろそろお願いいたします。そうね、ならついでにそれも送っておくわ。1000人分送っておくから各自確認しておいて。ありがとうございます。よし、これであとは、パト様のお勉強が終われば玉座でゆっくりできるわ。あと7時間後にパト様のお勉強が終わるから、それまで暇ね。ああ、ソルテ様。月下ちゃん、どうしたの？顔色悪いよ。ソフィアちゃんの新しい物質の研究をしてるんだけど、辛くて。存在する物質の原子の組み合わせたものを60万通りほど絞ってやってみたんだけど、撃沈したと。研究隊ももう少し人員を増やしてほしいわね。1000人は少なすぎるわ。パト様直属が1000人、メリア様直属が1000人。先行隊が3500人、護衛隊が3500人、研究隊が1000人の計1万人の従属神しかいないからね。その1万人もそれぞれ別の持ち場があるから、半分いたらいい方だからね。そうね、従属神での私だからわかるけど、従属神も結構いっぱいいっぱいだからね。確かメリアちゃんが従属神の持ち場を帝国限定にしたんだよね。そうね、それからはだいぶマシにはなったと思うけど、従属神以外は7兆近くの女神がいるわけだしね。7兆もいるなら、従属神をあと1兆入れてもいいんじゃないの。私たちにその人数の管理できる。無理だね、1000人でもきついよ。もっと、組織的に役割が広がればいいけど、今はやっと帝国という神界の新たな社会を作ってる段階だからね、耐えるしかないよ。はぁ、メリアちゃんやパトには頑張ってもらわないとだね。パト様は結構時間かかりそうですけどね。今のパトになってから勉強なんかしてないからね、仕方ないよ。それじゃあ、私は戻るね。ソフィアちゃんがまた従属神の人たちに迷惑かけてたらいけないからね。ソフィアが研究隊総長だと疲れるわね。帝王神候補だからね、仕方ないよ。今の2級は私とラル様とソフィアだしね、大変だけど頑張って。それじゃあパトをよろしくね。次の組み合わせは暗黒星ディリジウムをメインに有機星バライジウムと一期星第7化星配合物質ハリトンを。あれでできるのが巨人薬、なんだから報われないわよね。あれに比べたら私の仕事はかなり楽だわ。よし、頑張ろう。
睡眠8時間、授業8時間、玉止め10時間、自由時間8時間、生活時間4時間。パト様の生活サイクルはこの基準でしっかり守られてる。この紅茶私のいた世界で一番美味しかったラフネモールティーなの。色が結構斬新ですね、これ。私はこの紅茶、好きなんだよ。ソルテはすぐに気に入っちゃったもんね。今パト様は寝てるけど、まだ1日48時間に慣れてないから今は多めに見てるわ。セッカは先行部隊はどう？うまくやってる。うん、ソルテ様の後釜で早朝になったけど、まだ私が一番足でまといかな。まあ、優秀な上級神、最上級神しかいないから仕方ないわよ。ソルテ様は最上級神でしたよね。私が3位、アリシアが2位ね。それを言ったら、私は神王だよ。私も早く2人みたいに強くなりたいな。主要のまで自由時間いつでも受けて立つわよ。この前、そう言って、すぐに私を診察したじゃん。まあ、レベルの違いはあるし、仕方ないわよ。こうやって、基本的に喋ってるだけの時間になるわ。まあ、今日も多分何もなく終わるだけでしょうけどね。よし、時間来たし、帰ろっか。お疲れー。じゃあせっかちゃん、さっき話してた紅茶の原材料を作ってる星に行ってみましょう。そうだね。怪我しないようにね。ちゃんと配下には伝えておいてね。ふふ、もうやってるって。それじゃあ行ってきます。さて、パト様もお勤めご苦労様です。明日も頑張りましょうね。ねえ、ソルテちょっと地球で行きたいところあるから一緒に来てもらってもいいかな。私でよければ。うん、それじゃあ行こう。ここ一度来たことあったんだけど、もう一度来てみたくてさ。どう？口に合ってるかな？はい、すごく甘酸っぱくて美味しい。やっぱり、ソルテは笑顔でいる方がいいよ。ふふ、本当はずっとこの笑顔をあなたに向けていたいんだよ。俺の秘書は大変だよね。到底同じ年とは思えないわね。でもそれは仕方ないって理解してるから。今は俺の本来の仕事を全部メリアがやってる。ソルテもいち早く本来の俺に追いつくように手助けしてくれる。俺は本当に恵まれてるよ。ふふ、もうパト様ったら。こっちが本来の関係、プライベートなら私とパト様は主人と配下ではなくなる。対等な立場で話してる。だから私も本来の私でいられる大切な時間。さて、お出かけが終わったら帝国に帰らないとね。また秘書ソルテに戻るの？ふふん、私にしかできないことだからね。一番あなたといられる役職だもの、誰にも譲らないわ。クールキャラとは？本当、あなたの周りはなんで猫耳に侵入する人ばっかりなのかしらね。普段会えないストレスとかじゃない？確かに側近以外はなかなか会えないわね。側近も毎日いるわけじゃないからね、仕方ないよ。その分、私がまだまだ未熟なあなたを守らないとね。専属侵入りに尽きるわ。情けないけど、お願いするよ。ダークネスコールドラゴン、天才級モンスターがなんでこんなところに。この中にいて。ソルテ、今のあなたには到底無理な相手よ。そうね、戦闘力だけで言えば700強くらいかしらね。大丈夫、700強なんて私にとっては霊と同じよ。ソルテ、今ほどは休めろ。今ならみんな助けられる。引き分けないわね。高々、上級クラス程度の魔物が私に勝てると思ったか。図に乗るなよ。破壊弾。この世界、この神界で唯一私だけが持つ破壊の目。今見える黒い線、これを一本でも切れば相手は存在ごと消滅する。そう、たった一本だけでいい。でも私の破壊弾は全ての概念を破壊する。つまり目に見える線すらも一瞬で破壊することは可能。潜在能力最強と呼ばれた破壊神を舐めないことね。もう、なんかのライヌに噛まれた気分だわ。あのドラゴンって700強あったんだよね。でも私の破壊弾に戦闘力なんて関係ないわ。見たら終わるんだから。ソルテに勝つのは当分は無理そうだな。イレギュラーはあったけど、これが私の秘書として、専属神としての一日。パト様が一人前になるまでは私がしっかり最後まで面倒見ますよ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。
次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。